皆さん、こんにちは。いつもご覧くださいましてありがとうございます。今回は、紫式部が、清少納言の悪口を、どうして書いてしまったのかを解説します。ぜひ最後までご覧ください。源氏物語の作者の紫式部は、紫式部日記の中で、泉式部、赤染右衛門、清少納言の3人を批評しています。これがかなり毒舌なので、紫式部日記の中で一番有名な部分となっています。まず泉式部です。手紙といえば、泉式部という人は、素敵な恋文のやり取りをなさる人ですね。泉には感心できない面もあるのですが、普通に手紙をサラサラと書くような時にこそ、即興の文才のある人で、ちょっとした言葉遣いに色艶を感じます。歌は本当にお見事ですね。和歌の知識や理論においては本格派の歌人の風格こそ見て取れないものの、口に任せて出てくる言葉には必ず目に留まる一言が添えられています。とはいえ、他の人の歌の批評などを見ていて思うのは、あまり分かっていない様子だということ。おそらく思わず口をついて自然に読んでしまう天才型なのでしょうね。頭が下がるような歌人だとは思いませんが、いかがでしょうか。上げては落とし、上げては落としの連続で、なかなか辛口ですが、それでも褒めている部分もあります。それにしても、泉の手紙の内容が世間に知れ渡っていたようで、ちょっと気の毒ですよね。泉式部がどのような人物かについては、泉式部日記をシリーズで解説していますのでご覧ください。次に赤染右衛門です。中宮様や殿のあたりでは、丹波の神の奥様のことを、正平右衛門、なんて呼ばれています。世間では、あまり優れた歌読みとされていませんが、なかなか格調高い歌風ですね。歌人だからといって、ことあるごとに読み散らしたりはしませんが、ちょっとした機会に読んだものなんかでも、頭が下がるような読みぶりです。これに比べれば、ややもすれば、腰折れ歌どころか、腰の離れんばかりの下手な歌を読んで、風流を気取って、自分一人越に行っている人は、憎らしいと同時に気の毒にも思えてしまいます。いかがでしょうか。赤染右衛門は、映画物語の作者説のある人で、3人の中では最年長で、今回一番悪く書かれていませんね。そして、後半は、もう、清少納言の悪口がフライングスタートしている感じです。最後は清少納言です。それにしても清少納言と来たら、得意顔で偉そうにしていた人ですね。あそこまで利口ぶって漢字を書き散らしていますが、よく見れば、とても未熟な点だらけです。こんな風に、人と違った個性ばかり強調する人は、やがて必ず見劣りし、行く末は不細工になってしまうものです。風流ばかり気取る人は、人と違って言おうとするあまり、風流に程遠いような時でさえも、しみじみと感動したり、趣深い様子を見過ごすまいと拾い集めるうちに、普通の感じ方とかけ離れてしまい、的外れで、軽薄な振る舞いになるものです。そんな風に、表面的で中身のない人の慣れの果てが、どうして良いことがありましょうか。いかがでしょうか。驚くほど全く評価していません。清少納言も紫式部も宮仕えしていましたが、勤めている時期がわずかにずれているので、面識はなかったと言われています。でも、どうして紫式部はこんなにひどく書いたのでしょうか。理由はいくつか考えられるのですが、その中から枕草子に書かれているエピソードをご紹介します。紫式部の関係者が、なんと、3名も悪く書かれてしまっているんです。まずは、紫式部の夫の藤原信孝です。信孝とは、親子ほどの年齢差のあった年の差婚で、紫式部は4番目の妻でした。でも、結婚後、わずか3年で信孝は亡くなってしまい、寂しさを紛らわすことが、源氏物語の執筆動機となります。後に、百人一首に選ばれるほどの歌人となる、第二の三味は二人の娘です。吉野の金峰戦に参詣する道中、烏帽子の体裁が少しだけ悪くて気になったが、
無事にお参りできたことは結構なことだった。金峰山詣ではどんなに高貴な身分の人でもあえて粗末な服装でお参りすると聞いていたのに、右衛門佐信孝という人が、そういうのはつまらない、どんな服装であっても正常なものだったら何の問題があるというのか、よもや御岳の蔵王権現は粗末な身なりでなければ参詣できないと仰せであるまいと言って、3月の末に紫のとても濃い差し抜きに白い仮絹、山吹色の派手な内衣を着て、当時次官だった息子の高光には青色の仮絹、紅の内衣、乱れ模様の水管袴を着せて連れ立ってお参りしたらしい。会った人たちは金峰山詣に、こんな見慣れぬ怪しい格好の人は見たことも聞いたこともないと驚き呆れたのだが、二月後に筑前の神が辞任した代わりに任官したので、本当に言った通りになったと評判になったものだった。いかがでしたでしょうか。藤原信孝だけでなく、一人目の妻の長男の藤原高光も登場しますので、犠牲者は2名です。次に藤原信常です。紫式部の父の兄の三男で、4歳ほど年上のいとこで、異母妹と結婚しています。雨が毎日のように降る頃、帝からのお手紙のお使いとして、式部の上信常が、中宮様の御座所に参上した。中宮様のお返事を待つ間、いつものように敷物を差し出したところ、普段より遠くに押し合って座ったので、その敷物は、どなたがお座りになるのでしょうか、と聞くと、信常は笑いながら、こんなひどい雨の時に、敷物の上に上がると、足跡がついて汚くなりましょうから、と言うので、まあ、専属のお役には立ちますよ、と言ったら、これは、あなたがうまいことを言ったわけではありませんよ。私が、足跡のことを申し上げなかったら、そういう羞恥も出なかったでしょう。と、何度も言ってきたのは面白かった。なので、そういえば昔、泣く記載の宮に、N 滝という名前の有名な下使いがいて、美濃の神の藤原時からがクロードだった時に、下使いの溜まり場に立ち寄って、N 滝に、お前が、あの有名な N 滝か。ちっともそうは見えぬではないか、と言ったら、N 滝が、それは、自説柄、そう見えるのでしょう、と言ったのだそうです。そうしたら、神田知名や天井人が、これは、相手をやりすぐっても、なかなかできる修復ではない。と、面白がってもてはやされた話を思い出しましたよ。と言ったら、信常が、その修復だって、時からが言わせたようなものではないですか。お題さえ良ければ、詩でも歌でも大体引き立ちますよ、と言うので、あらそう、それはその通りね。それなら、私がお題を出しますから、歌をお読みください、と言ったら、構いませんよ。なんなら、一首だけでは面白くないでしょうから、たくさんお読みしましょうか。などと言ってるうちに、中宮様のお返事ができてきたら、ああ、危ない危ない。これで退散させていただきますと言って、信常が帰って行った。あの人は、人から笑い物にされるほど悪質なので、いつも、筆跡は隠しておいでなのですよ。と、女房たちが言っていたのも面白い。そういえば、以前、信常が、つくもどころの別当をしていた頃、誰かのところに、何かの絵図を持って行かせて、この絵図のように作ってみよう、とあった指示書の漢字の書きようが、驚くほどあまりにも下手だったので、この字のように作ったら、不思議なものが出来上がるでしょうと書きつけて、天井の間に届けさせたところ、天井人の皆さんが、これを見て大笑いしたので、信常は大層ご立腹で、私を憎んだことがあった。いかがでしたでしょうか。字が下手だから笑い物にするなんて、ちょっとひどいですよね。これでは紫式部が怒るのも、無理はない感じがします。やはり、紫式部日記の才女批評は、枕草子が原因だったのでしょうか。ただ、この時代は、事件とか、ちょっとしたエピソードなどは、普通に実名で共有されていて、それを集めたのが、今昔物語のような説話集であって、清少納言のお父様も、落馬事件が取り上げられていますし、清少納言自身も、孤児談などで取り上げられているわけです。そもそも、紫式部の書いた泉式部批評だって、
情報源はその類だという気がします。だからよくも書いてくれたわねと怒ることはあっても、プライバシーの侵害のような感覚はなかったと思います。それから今回はご紹介できませんでしたが、清少納言と泉式部赤染衛門のエピソードもありますので、また別の機会に改めてご紹介したいと思います。このチャンネルでは歴史伝統文化とそれに基づく日本人の精神性をご紹介しています。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。